シャドウ発見したぜ。暴いてやる。先制攻撃チャンスだ。いけ。弱点は見当たらないな。行こうぜ。ジョーカー、宝箱があるよ。Hey!
ホールドアップ。よし、火祭りだ。とどめだ。お掃除完了。弱すぎて相手にならないね。暴いてやる。先制攻撃チャンスだ。弱点は見当たらないな。そんな任せよ。食らえ。ここでペルソナだ。倒せなかったか。くらえな。スカルモットだ。ガチだかんね。ラストイッタ。弱点がわからないな。プロの技を使ってみないと。アンドロス、そこか。ペリア、一本痛いぞ。ヘイ、ホールドアップ。まあ、いっか。それよりさ、正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。これは火炎に弱い敵だな。弱点は見当たらないな。キッド、やるじゃないか。私は死ねず。
相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。よし、マガロムスのくらい神経的3体だが、実力はこちらだぜ。いただいていく。これぐらい余裕だ。
いやつだか油断するな。はあ、ジョーカーエルシー、このままでは体力が。おお、ジョーカーがクイーン。おお、ジョーカーがクイーン。ナイスジョーカー、弱点にヒットだ。今なら逃げられる。大丈夫か。この状況は。ヘルプ！よくも。怒ったからね。ジョーカー、大丈夫か？おとなしくしてればかわいいのに。これだな。よくも。ジョーカー、返事をしろ。暴いてやる。光る、いい感じだ。怒ったからね。
よく。はぁ、ジョーカーだ。しっかりしろ。許さないからね。よし、ここから反撃だ。どうしたの？おぉ、ジョーカーが食い。どう？今が引き際だ。引いたぜ。おっしゃ、よし。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。ジョーカーがクイーン。動くんじゃねえぞ。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。暴いてやる。といやつはね。先制攻撃チャンスだ。いけ。ヘルプ。コッパテング。そこか。チャンスじゃねえの？ほら、吹っ飛べ。やるじゃないか。我が決意の証を見よ。ベルトだ。ぶっこめ。できるでしょ。スカルモットだ。待って、私はあなたと。はい、我は何時、何時は我。
そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。よし。正体を見せろ。
研ぎ澄ませ。悪いな。だからよ。ん？気になるものがねえか？
よっしゃ。いや、
よし。正体を見せろ。ボンドの使いも知らないよ。よし、こちらの先生だ。そこか。はぁ、放り切るか。最初に抜いてみかねんかい。自分の実力は怖いな。ここでペルソナだ。くらえ。倒せなかったか。ベルトだ。奪え。きっと。よくやった。力持ったな。噛むぞ。とどめだ。一丁上がりってな。よし。シャドウ撃破。ちょっと余裕すぎだろ。ここも使えそうだな。書くか。
帰ったか。おい。おい。今日の箇所は答えてください。これだ。その通りです。なるほど。
おい、なんだよ。よし、どれにすんだ？あ？どうだ？お、あ、それが壊すんじゃねえぞ。よし、あ、気に入ったか？それにすんだ。チッ、じっくり。お、よし、どれにすんだ？よし、どれにすんだ？それに気に入ったか？お、あ、どうだ？そうか、よし、どれにすんだ？では。
おい、あ、指定したペルソナを持ってきたよ。ふん、いいだ。しかし、つくづく貧相だな。だが今回、刑務作業を真面目に終えた点は評価してやる。お前は更生の可能性ありだ。あなたの更生が進むのであれば、他の独房を使わせる甲斐もあるといい。珍しいな、ジュスティーヌ。お前、顔が笑っているぞ。カロリーヌ、それはあなたです。何か嬉しいことでも？私が？おい、囚人！貴様！囚人風情が！あなたに更生の兆しが見えたことに、監視として成果を、そうに違いありません。それを面白がるとは。囚人、いい度胸だ。その息ならさぞ刑務もはかどるだろうな。ですが、あなたが今後も続ける意思があるなら、我らも牢獄での行動に融通を聞かせましょう。私たち監視と囚人のあなた、まあ断る権利はない。囚人が労働に励むのは義。我は何時ちぎ、我よし。それでは次。それでは、おい、構成は囚人をさあ合体です。強力な力を持っているな。なるほど、これは強いペルソナです。過度な力は破滅を招きますよ。可もなく不可もなくといったところですか。貴様では扱いきれない。過度な力は破滅を招きますよ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 。これで良いのか。貴様では扱いきれない。過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。強力な力を持っているな。
なるほど。これは強いペルソナ。なるほど。これは強いペルソナです。これで良いのか？これで良いのか？邪魔では扱いきれない。これで良いのか？邪魔では扱いきれない。可もなく不可もなくといったところですか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。力を授かること。これはこれは。貴様では扱いきれない。過度な力は破滅を招きますよ。なるほど。これは強いペルソナです。
様では扱いきれない。集めるのです。探りましょう。探りましょう。やめるのですか？ジュスティーヌ、お前の担当だ。閲覧なさい。終わりですか？時間です、囚人。させたか知りたいか。若者にとって最大の毒は何だと。時給だ。時給があるからこそ真の貧困が生まれる。寿命を金で売る発想がな。奇遇だな。俺も今は金なんていらない。よし、帰ったか。そういえば、実はさ、
あなたの奥さんはそばにいるわ。そういえば知ってる？
よし。なるほど。やるか。どこ？なあ。じゃあ行くか。ありえないわ。宇宙人の仕業。よし。ごめん。
あのね、あのさ、あのね、ありがとう。帰ったか。ああ。ごめんね。みんな死んでる。
よし。ん？おはよう。そういえば、集まったな。よし、行こっか。さ、今日の仕事を始めるぞ。行くぞ、ジョーカー。到着。んじゃあこっからどうする？書くか。